日。おいっすー、いや、はい、やってまいりました、はい、4時半だよ、全員夢や、お前いやいや全員集合ですね、これはね、いや、集結してないね、これはしてないねめっちゃグダグダじゃない、はい、やってまいりました。まあ、来ないよ、そこのけの時間でございます。来ると思うなよ、本当に。そうですね。通常、うん、MC のメインかもしれないけど、来ると思うなよ。まあ、なんか毎回じゃあ俺も4人で出るわみたいな話だったんですけど、だって結局今回は出ないって、うん、いつものことやから、まあ、まあ僕はちょっと信じてましたね、出ないって、うん、イケメンです出ないってそんなわけで、そうなんですよ、はい、まあオープニングいきますか、オープニングをいきましょうか、どうぞ。ではオープニング、ちなみにね、今ね、オープニング中にね、連絡がピヨってきたんですけどもね、ピヨっていう効果もいる、はい、今のピヨ必要、いや必要っすよ、やっぱりほら、ピヨってなるやん、ピヨってなったんですよ、いきなりクーさんの携帯の問題じゃないの、そうそう、着信音の問題でしょ僕の LINE の着信音っすよ、ピヨピヨ、はい、来たんですけど、ニコナイトやっといてっていうね、せいさんからの連絡が来ましたよ。まあ予想はしてたなと、お前リアクションすぎでしょ、うん、起きてるんかい、俺もそう思う、俺もそう思う、起きてるんかいっていうか、起きたんかいってやつじゃない、もしかしたら、まあね、うん、間に合う、いやー、もしかしたら無理じゃねえか、いやー、今の今までを考えたら無理ですね、みんなさ、俺とく？俺とく似てんの、顔の大きさちゃうちゃうね、ちっちゃいだけやねん、でもこう見てもそんなちっちゃくなくないですか、俺らこうすればいい、今日顔むくんでるな、俺、俺らこうすればいいんじゃん、まあ、ちっちゃい、これ、これちっちゃいじゃん、お前はこう、お前はこう、あ、そうしたら、そうそう、こんな感じ、こんな感じ、そうしたら、やりづらい、ちょっと全然いい感じにね、うん、映りますよ、今日は、はい、ずいぶん、トキリンピック、ずいぶん昔の話してんね、トキリンピック超昔じゃない、めっちゃ筋トレ、うん、何でしたっけ、トキリンピックって内容何でしたっけ、え、違う、それは時マラソン、あれ時リンピック、ラウマ行ってたただ遊んでるだけで、だっていきなり題名変わって時の夏休みなんだもんあのイベントはなんか、史上最強になんか、よくわからない、いやよかった、ラウンド1行って、はい、ボーリング行って、スポーツャー遊んで、はい、UFO キャッチャーして帰ってきた、ただ遊んだだけだけですよ、うん、それが企画になっただけ、全然オリンピック、いやいやいや、すごいですよね、うん、まあ、なんと言っても、はい、今日、はい、なんと自信になりました、やった、そんな、そうなんですよ、何か言ったら今日12月に15日と言ったら、ゆずきが自信になる日ですね、そうそう、自信になった日、なった日、なった日か、まだなった日か、まだピチピチ、はい、ちゃんと一応自分がちゃんと言ってて、自分が言おう、今日12月15で、うん、24歳になりました、いや、24、24、いや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 、なんか、いやね、自信やな、そう、起きたらなんか LINE がもう64件ぐらい溜まってて、おお、やばい、めっちゃ言う、ちょっとね、嬉しかった、それ64件、俺ら2件ぐらい2、3件ぐらい2ぐらいですね、3つか、2つか3つ、そう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 時なんかよくやる、誰が知っとんねんなんで知っとんねん、あれじゃないですか、携帯乗っ取ってるんじゃないですか、あ、逆にね、うん、乗っ取って全部、もはや、うん、本当に営業して見れちゃうみたいな、乗っ取って営業してまあでもね、60何人もね、60何件を、すごい、すごいな、ちなみにその64件ぐらいの中で、はい、64人っていうわけではないでしょ、まあそうですね、だいたい55人ぐらい、あー、なんか、なんか文章送ってスタンプみたいな、あーとかね、
そのうち楽天、なんで楽天が3件も送ってくるの、12時ぴったり。意味が逆に楽天が送ってくれるのすごい嬉しい。逆に楽天だったら12時ぴったり一番早いかもせえへんやけ、そうそうそう、自動的に送るかもしれない。事件だよ、うん、まあでもね、僕は彼女ばりに早く送ってやったんで。はい、でも本当に一番早かった時さんが、俺あれ見てた、YouTube 見てた。いやもうずっとね、笑い声してましたから、ね、いやすごいですよ。僕リューチュール見てたよ、リューチュール。僕やっぱね、従業員の連絡に関しては多分僕結構一番取ってるんですよ。でもキモって言われてますよ。いややん、もう顔がキモいんだもんね。顔と存在がキモい。やばいとかキモいとかなんかね、もういろいろ送られてますね。いやだってさ、だってさね、はい、来たばっかやん、一応2ヶ月ぐらい経ったけど、まあまあでももう2ヶ月ですからね、うん、だから顔面ケーキをそのままベッドに思いっきりやろうかなと思ったけど、最悪ちょっとね、ちょっとさすがにほら、ね、甘いの苦手じゃないですか。まず匂いもダメじゃないですか。そう俺がね、はい、甘いの無理でやめた。ああやめましょう。あのね、だから10メーターぐらいの距離に一緒に住んでるのに LINE スタンプ1個送っちゃった。俺はね、会ったら言おうって決めてたんで。で、言ったの？言ったんです、うん、急ぎなかった。やばいやばい。その顔でって顔の基準がわからない。顔の基準がわからない。なんか徳さん、なんで笑ったんすか今さんさん。どういうこと今。なんか徳さんの顔イコールなんか甘いもの好きみたいなイメージ。あ、でもこの顔で辛いの好きってよく言われる。ああ、辛いの好きそうやねみたいな。じゃあめちゃくちゃ甘いの食べるのとめちゃくちゃ辛いの食べるのどっちがいいですか。あ、それトキさんどうなんですか。まあ僕は全然めちゃくちゃ甘いやつがいいですね。全然しょっぱいの食べようかな。いや、しょっぱいの一番辛いでしょ。しょっぱいの、しょっぱいのは無理だな。しょっしょ、甘いのだったらいける。いや、クーさんのつい先の味噌汁ゲロしょっぱかったから、ね、ロブスターぶち込んだ時にスーパーしょっぱかったから、ね、ロブスターの出汁が思いのほか出すぎちゃった。大福とき顔の問題か、パンパンの問題やろそんな。大丈夫です。僕はこの前なんだっけかな、なんて書かれてたのかな、あの某掲示板にヘローがヘルに見えた。それ危ないやろ。辛いのもダメやで、辛いのもしょ、辛いのも甘いのもダメやで。この前小籠包だよね。小籠包、小籠包みたい顔が、顔が小籠包。いや俺大福やもん、うん、なん、じゃあこれは豆。やだ。つかもうぶっちゃけてよ。生放送で言っていいですか。はいはい。お前の名前はどこなん。何が基準。え、なんですか。ミドルネームぐらいあるやん。いや違うね。ああ、そう、それね、もうそれね、ここでイケメン大福小籠包。イケメン大福小籠包みたいなね、もうコールできるやんこれで。強いな。ゴロはいいね。ええね。小籠包、これでコール作れるよ。小籠包食ってデザート食って最後に男終わって終わりみたいな。やめとけやめとけ、うん、いやいいよ、俺そういうの好きよ、うん、でもちょっといじってあげてほしいな。いやそうね、今日誕生日やから言うても、俺らじゃないから。メインはやっぱりゆずきだから今日真ん中来たなって言ってんじゃん。いや絶対もう無理、緊張しちゃうもんだって。俺ら一回黙ろうぜ。いや、黙ろうぜ、ほんとにやめて。誕生日やしやんか、ね、いやほんとにやめて。しゃべりてんねんどうかな。喋っちゃうし、ちょっとお酒入ってないとめちゃくちゃソワソワするね。あ、でもお酒入ってるし。いや今入れたけどこれじゃまだそんな酔っ払えない。イケメン大福小籠包、ほい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 でしょ。あ、うちのね放送始まって以来のグイグイですね。そうやな、うん、黙ろうぜってラスト5やで。いつ、何年前話してる。1年前ぐらい。まあでもこんなお酒飲んでますけど、この子お酒弱いんでね、ほんまにいじめないであげてもらって。無理っぽーっていうか、無理っぽ無理っぽって無理っぽって無理っぽ。いやね、最近面白いことね。最近面白いことありました、トキさん。最近おもろいこと、うん、あ、バースデーあったじゃん。あ、ドシラフでうんこ漏らした。ドシラフでうんこ漏らしちゃったわ。あ、その代わり僕が漏れましたね。しかもそのドシラフで漏らすのはいいんですけど、いや、漏らすのはいいんですよ。漏らすのはいいんですよ、栃木に帰って、俺出身東京だし。漏らすのはいいんですけど、そのパンツがね、僕がね、ディズニーランド行った時にお土産を買ったんですよ。はい。まあ、トキさんと言ったらやっぱりオラフだと思って、ちょっと、エルスンのオラフのパンツ。エルスンって言うな、はい、サイズまで。エルスン、はい。僕がお土産で買ったっす。はい。
そのね、エルスンのオラフのパンツ、白い、しかも白いパンツを真っ白な、うん、漏らすっていう、漏らしてやったわ。はい、結構出ましたね。結構出てたね。もう大変だったよ。思わずこうやって見ちゃったよね。みんなで見ちゃって、みんなで大爆笑、その後お客さんにフェイスタイムで見せてやったわ。もう、なんていうの、こんなホストいる？なんかね、やばいとか言うのもおぞましい。おぞましいなと。じゃあでもね、ホストの本当の宿命なんだよ、これに関しては。まあそうですね。いや、なんかね、多分分からないと思うんですけど、毎日お酒飲むとちょっとやっぱ便がちょっと緩くなるんですよね、うん、どうしても緩くなるですね、うん、でそうするとですね、ガスを出そうとした時に汁が出るか出ないか分からないですよ、正直。話が汚いわ、ね、うん、だからガスを出そうってちょっとプッてすると、そのままシャッて、ね、シャッとね、シャッとシュワッと、あっ、やめみたいな。いや、もう、うん、あ、いけねみたいな感じ、ね、そう、分かんないのよ、これは。いや、もうこれはもうそうですよ、もう。逆に言ったら、今まで多分このリスナーさんも絶対に隠してるだけでやってるって、うんうん、いや、うんこ漏らすことはないと思うね。お腹痛い時とか、こんなオープンでいいんすか、やってるって。なんかだって俺もうホストじゃないもんだって、もう。いや、一応ほら、あ、ね、だってもう別に。いや、キャバ嬢も漏らしてるって。やっぱりキャバ嬢漏らしきついな。ティーバックで漏らすのきついな。ティーバックの漏らしはきついな。いやなんかやっぱ女の子は便秘が多いとか言うかもしれないけど、だって支えられへんからね。布ないから、紐やからね。やるって絶対飲んでたら。うわー、きついなーって、うん、あれでしょ、この、これからティーって垂れるでしょ。いやー、うわー、きついわー。まあ、徳さん守られましたから、ね、そう、俺はもうちゃんと布がちゃんとオラフのね、白い絵ね、オラフに守られる、うん、あー、いやー、うん、まあ、それ、いや、ちょっと今スタッフさんも男性でしたね、笑ってましたから。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはあかん、うん、いや、でもあかんわ。うん、何があかんの。いや、あかん。今んとこ、いいよ、いい感じ進んでるよ、うん、いやすごいですよね、このなんか言ったら求人とか書いてあるんですよ、ザ・サロン2部の求人はこちらまでみたいな。うん、あるのに。本当や、言うても寝坊した生産の番号やけどな。まあそうなんですけど。あ、そうなんですか、これ、うん。うん、いやいや、なんかすごいこと言っちゃってるっすよね。なんかホストに夢があって来るっていう人が、うん、蓋を開けてみたらトキ君ですみたいな感じです。あ、うんこ漏らしてますみたいな、はい、オラフですよみたいな感じ。事件だよ。はい、なんか汚れもっと目立った気がするんだけど大丈夫。やばいっすよ。さっきより汚れた気がする。まあ、まあ、そうなんですけど、もう俺すごい思ったんですけど、ゆずきの LINE ID のキーについて。やめて。いや、違うよ、ほんとに。大体な。いや、ほら、だってホストやる前から使ってるもん、これ、うん、マジホスト。あ、ちなみに僕のLINE ID ですね、このアンケイっていうのは僕の本名、安藤圭介から取ってます。あ、そう、徳さんのはあれ、はい、ちなみに Yahoo ID と一緒だから俺。はい、すいません、前の携帯番号です。あ、そうなの、これ080がなかった、はい、そうそう、090-582-4331 でした。そう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 、なんかそういう感じじゃないですか、期限666って。いや、違うよね、これ LINE ID ってすごい。え、やっぱ666やっぱなんか由来あるんですか。あれ、いや、それサタニズムみたいな。いや、マジ、ほんとにそこ触れないでほしかった、マジで。恥ずかしいもん。今俺じゃないからな、グッタ。恥ずかしいもん、マジで。いや、違う、ほんと昔ビジュアル系をやってて、はいはいはい、まあ、ちょっと名前を起源でやってて、まあ、ちょっと中二病だったんでね、はい、666最後につけて。やっぱね、そういうのあるよね、やっぱ中二病っていうか。何も広がんないじゃん、こんな。なんか、じじ耳だなわけやな。え、徳さんビジュアル系じゃないですか。いや、俺、どう見てもビジュアル系ですか。いや、ビジュアル系、ビジュアル。ビジュアル系。バービーのビジュアルだ。ビジュアル系。ウニ、ウィじゃないか。ビジュアル系。ビジュアル。徳さんビジュアル系。俺、ビジュアルやもん。うん。なんか、ちょっとアナログっすね。なんで？アナログな感じするっすか。そう？そうかな。アナログ系ビジュアル。え、けなしてんの、褒めてんの、どっちだ。いや、けなしてないですね。両方っす。顔が昭和だね。顔が昭和。言ってもこの3人すごいよ。でもすごいよ、この3人比べたら俺一番若いからね、言ってもね。年齢だけ、年齢だけは苦労したんすね。うん、52、42、32、うん、反対かって突っ込めよ。いや今のちょっと地味、ちょっとボケがチープだ。地味
ボケがチープっていうやついる？ないわ。じゃあその辺ゆずきくんから一言。やっぱり、なんて言えばいいの？ CM どうぞ。まあ、お前らが言ってる気持ちはまあ分からない。気持ちは十分まあ伝わってるなって。ただ僕がずっと思ってのタイミングで CM もう一回言ったろうかなって。ずっと出てるから。どれだけなんか打ち合わせしようかなみたいな。もう一回 CM ぶち込んだろうかなと思うもんね、マジで。いや、なんかあんねん、そういうのもね。いや、ありますよ。生放送やったらいきなりなんか CM どうぞってバンっていくやろ。カンペがね、あるから。で、たまになんか24時間テレビやったらなんか、たまにあるじゃん。バカみたいに長い CM みたいな。3分ぐらい。ありますね。絶対あの裏でなんか何もできない時やなと思ってさ。なんか多分焦ってますよね。うん。いや、生放送どう思うその辺。はい。それどう思う。無茶振りやめてますね。どう返せばいい。いや、喋ってくんないんだもん。それなりには。はい、だって、今生放送やね。生放送。で、誕生日やね。うん、で、キエンやね。キエンはやめて。喋、ね、るしかないよ。ね、じゃあちょっとなんだ、いや、まだ卒アルでの寄せ書きで書いたキエン様っていう書いてた子に一言とかね、どうかなと思う。じゃあ分かりました。じゃあ今から白いやん、白いやん、真っ白くて見えない、見えないか。どの辺、何してんのこれ、どうしたの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 、無理だって。生放送中っす。無理だって。放送中っすわこれ。今の下りで多分ちょっと視聴者みたいな。じゃあ分かった。じゃあ今ストップをしてるんですよ。ストップをしてるんで、はい、1分スピーチをうちのキエン君から。オッケー、行こう。ゆずきって呼んで。はい、行きますよ。使ってないから、ね。よーい、スタート。いや、本当にこれ始まんのマジで。いやー、ちょっとこれ真面目になっちゃうからマジで、本当に。ホスト始めて、4回目の誕生日なんですけど、もう無理だって、本当に、もう助けて。無理、本当に無理。ちょ、いいかな、もう。ちょっと本当に、はい、今日、頑張ります。はい、今日、お昼がないと。1分経ったじゃん。お昼ないと。1分経ったやん。オッケーオッケー。もう分かったから。ラーメン食べよう。ラーメン、ちょっとジロー行きましょう。喋るのがちょっと本当に苦手で。やっぱ、ずんどん焼きたいわ。ちょっと見られてるって思って。昨日行っちゃった。昨日行っちゃった。あ、マジっすか。昨日行っちゃったわ。もう分かったから。もう本当に。昨日、北郎行ったっすよ。グダグダなっちゃうから、もう。そっかそっか。ごめんなさい、本当に。はい、ありがとう。首です。もう、いやー、今ね、ちょうど1分で測った。うん、もう、わかった。もう、ここで決めよう。ニコナイトで、うちのゆずきくん、今回で、はい、キエンくんに名前変更で。やったー、しないから、やだ、やめて。キエンの木は、希望の木に、ホムラっていう字は。ホムラっすよ。キエン。やめてよ。もうね、使ってないから今。できなさすぎ。だってもう、歴で言ったらもう、だってもう4年ですよ。ね、4回目。で、こんなにできないんですよ。なんかすげえしたんだけど。なんで、もう、うちのゆずきくん、今年いっぱいで、ゆずきくんの名前を改名させていただけたと。キエンかかがりにしよう。かがりも、かがりはちょっとゲームで使ってる名前だったじゃん。じゃあ、母ちゃんにしようか。母ちゃんは嫌だ。母ちゃん。母ちゃんにしよう。そう、12秒ネームだから、ちょっと本当にちょっと。いいじゃん。
男だったらもう中二病だよ。いや、じゃあ、トキさんが考える中二病ネームってどんな感じですか？俺ね、ブリーチ好きやからね。東城、ね、東城。東城。東城。おー、聖一。聖一。俺先先だ。聖さん2番手まさかの俺が上に行っちゃったの。聖一、聖一ね、わかるよ。じゃあ中二病だったらどうする？僕っすか？うん、ね、自分が中二病だったら、僕っすか？うん、クローバーっすね。はい、はい、クローバーっすね。一番やばい。クローバー、いや、クローバーっす。黒い羽でクローバー。三つ葉のクローバー。全然クローバー、うん、黒い羽ね、黒い羽、すごい黒い羽ね、で、クローバーだ、はい、黒子のバスケ、あ、正解。黒子のバスケじゃないの、本当に。一番やべえじゃん、それ。いや、LINE の ID のやつに言われたらないよな。ゲーだって使ってたもん、ちゃんと。だから、わかりました。もう、決めました、ここで。宣言してください。なんと。何を？今年いっぱいでゆずきをやめますと。いやいやいや。で、来年いっぱいから、僕はキエになりますっていうのは。嫌だよ。しかも今日ほら、誕生日だから。そう、誕生日だから。ね、改めての年だし。いや、だって、いや、逆に嫌でしょ、だって、期限って名前の。いや、わかりました。もう残り時間ないんで、多数決決めます。今のゆずきか、キエンか、かがりか、母ちゃん。母ちゃんか、まあ、あと、まあ、なんでもいいわ。あとは、ポンコツでもいいや。それで、本当悪口で、まあ、もう、まあ、キエンで、決まった瞬間、うん、いいよ、いいよ、いいよ。放送終わりで、決まった瞬間、もう、この子は、まあ、今年いっぱいまではね、ちょっと使わせてあげようと思うんで、いいね、いい企画ですね。あと15日くらい。なんかアンケートみたいな、それ。いいね、いいね、いいね。今んとこ10兆。俺がオラフじゃん。こっちがオラフだってどうすんねん。俺のチャームポイント取られてどうすんねん。なんで俺が聖一なんだよ。みんな名前変えよう。みんな名前変えよう。じゃあ俺、新井聖一なんの？新井聖一。聖ちゃん、お互い振り向くやん、聖ちゃんって言って。聖二か聖一なの。なんで俺が一番やねん。やばいな、これは。いや、俺はもうオラフにしようかな。絶対あかんやん、こんな。でもさ、言ってもオラフ今だけやん。なんで石塚なの俺。あ、いいな、似てるから。いいね、いいね。そんなに太ってるかな俺。太ってるよ俺ら。眉とか言ってる俺。あ、でもちょっとあれやで、でもちょっと今のはうちらじゃなくて今こっちのアンケートやから。そう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 。ちょっとあんま遊びはまた来週にまたやるんで。そう、カラスバキエンにしよう。いやなんでカラスバキエンって。いいよいいよ、今のところね。かがりっていうのはなんかかがり火みたいなやつ。そうっすね、ちょっとモンスターハンターで使ってる。そう、モンハンのユーザー名やな。あ、そうなんや。だいたい携帯ゲームするときも名前かがりにしちゃう。へぇ、まあ、それの名前です。はい。ということで、今のところ1、2、3、4、うん、今のところ5つぐらいじゃないですか。5個、期限5、多いよ。6、あと全部、あ、キエン、これもキエン。あ、分かった、キエンは今回名前決めて、次、漢字にしようか。そうですね、漢字決めようか。うん、お、ゆずき1票。お、ゆずき、おぉ、やばないやばない。首の皮1枚、つながったね、首の皮1枚ですよ。いいやん、もうゆずきで。ゆずきでええやろ。いや、キエンは来たね。キエン来たね、もう7票ですよ。聖一。みんな感じだろ。あ、逆に聖一逆にね。あ、おもろいやん。いやいや、あれ、政治、製造っていうのですよ。政治。従業員、レギュラーみんな。もう4人目、精神になってる。4人目、精神になっちゃうやんけ。あかんよ、ダメダメ。新しい人が入るごとにどんどん聖一聖二ってどんどん4番目だけど4番目で飛んじゃうよ、そんなに。おい、聖一言われるのもきついきつい。きついきついきつい。で、みんな聖一はいるんじゃないってなんですよ。何番目言うて。何番目欲しい言うて。おもろいな。いや、これはやばいな、ほんとに。いやー、そうやな、4番目も飛んじゃうよな。1週間も来れないよ、多分。そうやな。名前の拒否権がないってすごいもんな。それおもろいな。必ず姓はつけなきゃいけない、ね、そうやな、ね、そうやな。いやーすごいな。やばいこれは。まあとりあえずこの時点でもほぼほぼ期限は確定のようなので。やだよ、本当に言ってんの？本当に言ってるよ。え、これちょっと待って、営業中も期限ですっていうの？え、だから、うん、あの名刺作って期限で。
あ、本当に。え、15日間のあれで？うん、だから今年までゆずきでいいよ。来年からも消えんです。おお、ゆずき来た、2票。お、ゆずき来た。ほら、でもちょっと数値がでも、どうだ、でも違う、でも違う、どっちもいいよ。まあまあ、どっちやね、どっちやね。お、ゆずき顔だよね。いや違う、ゆずき顔だよね。あ、ゆずき顔ね。あ、ゆずき、やばいって、キエン、誰か、ちょっと。いや、いい、いらない、いらない。キエンはもう、ちょっと、いや、キエンの時は化粧してたから、今してないから。化粧すればいいじゃん。毎日ビジュアル系になっちゃうから、ほんとに。なったらいいよ。いや。色濃い、本、え、枕。うい、うい。でも、グダグダ。俺らそういうの慣れてない。うん、俺らそうでしょ、無理やから。全然できんから。ゆずき、キエン。あ、ゆずき、キエンでいいやん。かもしんない。もう自演すんなって。誰も携帯持ってない、もはや。どんなレベルで自演すんねん。だって、どんだけそういう、なんかね、疑ってんのかなと思う。すごい、俺の脳みそに書かれるんだったら今すぐ書いてほしいな。びっくりしたわ、今。本当に本当に。どんなツッコミやねん。スタッフさんもびっくりやん。本当に。キエ、なんだっけ、キエの字は希望の木に、ホムラってやったら、なんか秘変のなんか出てくるんで。ダメ、そしたら時の木とかぶるよ。いや、だってもう、だって本名でも木入ってるって。じゃあちょっと、だから聖一にしなきゃ。俺も聖一にしようか。あ、ゆずき、キエン。最後、お金だじゃん。最後は銭。語りかけてます。時の脳みそに語りかけてます。わかるか何を言っとるよ、お前。何と、うんこ、オラフフィーチャリング、うんこだ、お前。まあ、フィーチャリング昔はそうだったけど。何でフィーチャーしてんの、ほんとに。だから、入ってた時に出しちゃったからでしょ。出しちゃってる。うん、しゃあないや、そんな。何を言っとんのよ、ほんとに。いや。これね、やっぱね、俺がいた方がおもろいね。いや、今日の回は、神回ですよ。今日だって、ゆずきのはずだったのに、なんか俺になってるしね。あ、でまあ、残りもね、もう1分も切ったということで、まあ、最終アンケートを、取った結果。うん。結果、結果、7対4で、キエンという形が、やったね、やったちょっと、キエ君、決めたんビームやって、それ決めたんビーム…なんだっけ、違うの、さゆりんご、これから、これからもこれ、うわーってやらなきゃいけない、うわーって、うわーって伝わってないんだろ、マジで。はい、ということで、まあ今回は神回という形で、ゆずき君が、今後ね、名前を変更して、キエになったということで、うん、じゃあ次回にちょっと漢字を決めたいなと。そうね、漢字を、はい、漢字も決められんの。皆さん考えてください。それでは、メダンビーム。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。